今回は11月2日から9日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします最初は2日の記事です公明党全国総点検運動推進本部は1日総点検運動の第一弾となる介護総点検を全国でスタートさせました初日となるこの日山口代表は神戸市中央区内で開かれた

山口代表は介護総点検の意義について2025年にピークを迎える高齢社会を見据え今から年金、医療、介護など社会保障分野の体制を整えていかなければならないと強調しましたまた山口代表は10月30日に行われた参議院本会議の代表質問で介護に関して質問したことに触れ 今後も現場の生の声を公明党にお寄せいただき国民の本当のニーズを実現させる力を公明党に与えてほしいと訴えました一方山口代表は該当アンケートにも参加し積極的に市民に協力を呼びかけましたアンケートに協力していただいた皆さんからは施設が足りず入所できない介護する家族の負担が重くて 仕事なんて続けられない。重労働なのに給料も安くて、この先も続けていけるか不安。どこに相談したらいいのかわからないなどの声が寄せられました。介護・総点検運動の実施期間は、11月から12月初旬まで行う予定です。調査結果は年内をめどに取りまとめ、新たな介護ビジョンの立案に活用していきます。 なお、アンケートについては、12月10日のあでパソコンや携帯電話により、公明党ホームページでも回答することができるようになっています。次は3日の記事です。鳩山政権によって2009年度補正予算が執行停止された影響で、現場ではさまざまな混乱が起きています。この執行停止による現場の状況を把握するため、山口代表は2日、 愛媛県東温市にある電子黒板製造でトップシェアを誇る株式会社佐川を訪れ関係者から意見を聞きました佐川社は今年度補正予算に電子黒板購入の補助事業が盛り込まれたことを受け大量発注を見越し生産ラインを3倍に増やす設備投資を行ったばかりでした意見交換の中で同社の佐川副社長は 鳩山政権による突然の土産執行停止で大量の在庫が発生している現状を語りいつかは出荷できると思うがそれまで会社が持つかどうかと不安を訴えました山口代表は電子黒板は教育水準を上げる効果がある党としても学校現場への導入を推進したいと語りました続いても3日の記事です 山口代表は2日愛媛県松山市内で開催された党愛媛県本部の議員総会と中予想支部党員懇談会に出席し参加者と意見交換を行いました党員懇談会の中で山口代表は公明党には立党精神とともに全国3000人を超える議員ネットワークと福祉平和と理念という3つの財産があると強調。 さらに、新職を忘れて公明党を応援してくださる党員・支持者の皆さんは、大事な四つ目の宝。皆さんとともに、来年夏の参院選の勝利へ全力を尽くすと訴えました。次は五日の記事です。衆議院予算委員会では四日、鳩山総理をはじめ全閣僚が出席して基本的質疑が行われ、公明党を代表し、 斉藤政調会長と富田茂之議員が質問に立ちました斉藤哲夫君斉藤君、えー、公明党の斉藤哲夫でございますやはり一番大きな声は景気に対しての不安で、えー、ございます特に地方そして中小企業の方から悲鳴にも近いその声が聞こえてきております 質疑に立った斉藤政調会長は鳩山政権の経済運営の中で説明不十分なまま唐突に行われた今年度補正予算の執行停止や赤字国債の大量発行の可能性などにより鳩山政権リスクが生じていることに言及日本経済が悪くなるのではとの心配が蔓延していると厳しく批判しました。次に、 地球温暖化対策について斉藤政調会長はガソリン税などの暫定税率をなくすことで温室効果ガスを25%削減するとの目標の達成が困難になると指摘暫定税率の廃止撤回を政府に迫りましたまた斉藤政調会長はエコポイントとエコカー補助金の制度について今年度 第2次補正予算に盛り込み継続して実施するよう要請乳がん子宮頸がん検診の無料クーポン配布についても検診受診者数が大きく向上したと指摘し事業の継続を要請しました富田君です 総理にまずお尋ねをしたいんですが、今、斉藤政調会長の方から命を大切にするということで、がん対策と肝炎対策について質問をさせていただきました、今回、鳩山内閣が執行停止を決めたその厚生労働省の資料には、ですねこの753億円のうち、えて適用外薬の開発支援分、653億円を執行停止と、明確に書いてある、適用外薬については、開発支援をしない。 こういうふうに、頭内閣としては決めたわけですね、そうすると総理が本会議の代表質問で答えられた、これまで開発がなかなか進まなかった、こういったものは執行停止はしませんというのは、一部誤りがある、誤解があるんじゃないか、また優先をして一層の支援を行うことに決めた、これも麻生内閣の下で決めた753億のうち653億止めてるわけですから、残りの100億円だけ基金として残しますよというのが、 今回のの山内閣厚生労働省の方針です。一方、関連質疑に立った富田議員は患者の病気によっては保険が使えない適用外薬の開発支援が補正見直しの対象となって削減された上、来年度も予算をつけない方針になっていることを批判補正予算を検討しているのなら必要な額を総理枠として入れてはどうかと主張しました。 最後は7日の記事です。井上幹事長は6日、国会内で定例記者会見を行い。肝炎対策基本法案などについて、見解を述べました。あの最初にあの、肝炎対策基本法の件につきまして。会見の中で、井上幹事長は。肝炎対策基本法案について。被害拡大を防止できなかったことについて。 国の責任を認めることを加えると述べるとともに支援対象に慢性肝炎のほか肝硬変肝がんも加えることを強調患者はこの基本法の成立を待っている来週早々にも自民公明で国会に提出し来年1月1日執行を目指しこの国会で成立させたいと述べました一方公明党の 連立10年検証新ビジョン検討チームで検討されている新しい公明党の旗印となるビジョンについて井上幹事長は次のように述べました。公明党はこれからいろんな局面で政策判断をしていかなければいけないその政策判断の軸になるものというふうに言っていいんじゃないかというふうに思います。 まあ、特にあの福祉の党・公明党平和の党・公明党ということは、まあ、ある意味で党のアイデンティティーでございますのでじゃあ,あの、この今の時点で、えー、福祉いということについてどう考えるかまた平和ということについてどう考えるかそういうことを、まあ、ある程度あの明確にしていきたいとでそれが、まあ、これからの政策判断の一つの基本になっていくんじゃないかなというふうふに思っていますけれども以上、公明ニュースでした。